配信の間だけエアコンつけちゃおう。こんばんは。さ、まただよ。え、なにそれ。え、ちょっと違う、やだ。こんなか。ちょっとあれが失敗していたぞ。メイクしたの。え、した。や、結構なんか寝てたから。やばい寝たと思ってチャット送ったくらいに目を覚まして、あ、メイクしないとと思ってメイクしました。ちょっと軽くだけど。服になんかついた。マジで。まあいいや。そのうち撮ります多分。明日と明後日の公演よろしくお願いします。土曜日が昼夜で、日曜日はお昼だけです。来ますか？来てくださいますか皆さん。明後日昼公演。明日は夜、明後日は昼、日曜日の昼、はい、待ってます。テンスシングル発売決定なりっていうことですね。待ち望んでいたんじゃないですかみんな。テンスシングル、テンス言いにくいっすね。そう、あのおしゃべり会も特典みたいなやつであるらしいので、あ、オフラインもあるらしいので、皆さんぜひ会いに来てくださいということです。オフラインは初めてです。みんな来てくれる？なんか秒数が違うみたいだよね。オンラインが25秒でオフラインが15秒だったから。来てくれるんですか？待ってますよ。コスプレ？それはどうだろう。コスプレはどうだろう。みんな待ってます。あんまり受付当たったことがなくて自己紹介まだできてないって方がいたら、ぜひこの機会に、確実に会える機会なので会いに来てください。待ってます、楽しみに。そろそろ会いたいわね。え、全然来てないよね。最近は会えてないよね。完売するかも。それはないかな。オフライン気になるね。あ、オンラインもみんな来てよね。オンラインの方が長くおしゃべりできる。オンラインも来てね。なんだかんだ私実際初めてだからさ、なんか緊張するね。誕生月のがさ、まだまだ先だからさ、そう、楽しみです。なんかどんな具合なのか、お姉とかがさ、
今日オフラインおしゃべり会だからみたいなのを言って家を出ていく時結構ね見てたんですけど、あ今日そっかおしゃべり会かとか思って見送ってました。行ったらーって。うん、カニ焼きぐるみ着ないでね。あ大丈夫、着ない。私はそっち系統じゃないから安心して、清楚だから。荷物いっぱいする。なんかいろいろ考えてみんなにさ楽しんでもらえるようにさ衣装とかいろいろ買ってたイメージある。カニ着ないのか、カニはお姉が着てくれるんじゃないかな、わかんないけど。てか6月もう終わっちゃうよね、あと2日しかないけど。あと2日しかないけど6月はもしかしてなし、もしかしてない、生写真ないのかな。サマーバッグは皆さんチェックしてくれました？7月まででした確か、7月1日まで。はい、もちろんです、ありがとうございます。お気に入り。あ13時まで、はい。初めてのこういうなんだろうコンセプト系のグッズなので、はい、チェックしてください。撮影した覚えはあるのかな。ありますよ、スタッフさんとか衣装さんがこれがいいねって言って決めてくださった浴衣です。オレンジの全部おすすめ。うん、自分が欲しいのがあるパッセットみたいなやつをチェックしてみてください。4種類ぐらいあった気がします。浴衣のオフショット、え、オフショットっていうか浴衣の時に自撮りしたやつはメールに送りました。ん？送ったよね確か、送りました。生写真が出ればその時に撮った自撮りも一緒に送りたいんですけど、6月はもしかしたらないかもしれないね。楽しみにしてた。え足りなかった？浴衣もう一枚全身のがあるけどあんまり写りが良くなかったからあげなかったんだよね。ごめん、一枚しか送ってないよね。まあそのさ写真ごとにあるって考えてくれればこれからもっといっぱい送るので、はい。肩代わり、もう一回確認してみます、顔がどんな感じかどうか。はい。写真写り悪いんだよね、厳しいっていうかもか、なかなかね全身とかはなんかサホとかに頼んだんだけど何枚も撮ってもらうの申し訳なくて、あんまり凝ったお願いができなかったもんですから。まあなんか写真ない、どうしても写真ないって時は送ります。なんか最近でもちょっと涼しくないですか？なんか全然日中もそこまで気温がめっちゃ暑いなって感じることはなくて、やっと全員登録のボイスメッセージ当選してたので
申請するね。あ、本当にありがとうございます。私ボイスメッセージというのは私はちょっと苦手なんですけれども、実は苦手なんですけれども、みんなね、なんか当選した方がメールでもいらっしゃってので、頑張っています頑張ってみます。一応、はい、湿度はね、確かにそうだね。夜はもう最近はエアコンをつけずに窓を開けて寝てます。苦手なイメージやっぱり苦手なんですよね。あ、え、私はすみません、お休みの話しました。え、お休みみたいなのがあるんですか？まあ、その詳細は知らないもんですいません。え、そんなのがあるんだ。お休み、おはようとかもあるってこと？すごいね。頑張ります。みんながじゃあ私を選んで申請してくれるということなので、はい、頑張ります。久しぶりに土曜、本当にそう、すごい久しぶりに土曜日な気がします。1ヶ月弱、1ヶ月くらいだった気がします。なんかずっと日曜日ばっかりいた気がして、鼻水出るな。今月日曜だけだった、やっぱりなんか日曜日やっぱ日曜日ばっかりだったね、イメージ。私物にサイン、え、全然書いたことないですね。先輩方が書いた私物のやつを着ていらっしゃる方とかいますけど、私たちは多分まだやったことないです。うん、山張って投げてよかった。あ、そうね、ありがとうございますね。久しぶりの土曜なので車のボンネットにサイン、やばすぎやばすぎ、雨とかで落ちちゃう。今回のフライト全員個別なのかな、どうだろうね。3人1組とかもあったよね、一昨年、去年だっけ、一昨年か。またなんか名前が変わってる、ビフィズスキンみたいな。全員だと思う、全員だと思いますっていうのはなんだっけ、あ、普通に一人一人だってこと、グループ喋り会か、そっか、違いがよく、すいません、わかんないもんで。ねえ、やだ、すっごい鼻水が出るわ。映ってないよね。いやー、はや、最近はもうミュートにするのもさ、せずにさ、なったよね。ごめんね、なんかアイドル力下がったかもしらん。え、すごいゴムがこのところまで来てた。なんだったり、ありがとう、楽しみですわ。でもさ、普段の受付が おしゃべり会みたいなとこあるからさ、若干受付されてる気分になるんじゃん。いってらっしゃいとか言っちゃいそうだもんね。受付は、そうね、運の方もいらっしゃれば、お外に待っててお友達とかで連絡を取り合う方もいらっしゃいます。あそこまで律儀に
みんな飯にしなくてもいいけど。お久しぶりですかね、オフラインのおしゃべり会は。嬉しいです。なんか選抜組だけだったらどうしようとか思っちゃった。会える機会がちゃんと会えて嬉しいです。会って嬉しいです。安藤さんか中間家、あ、そうなんだ。11月以来、そう、じゃあ半年、いや半年よりももっとだね。11月やから8ヶ月9ヶ月くらいなのかな。そう、マジ CD が出ないとオフラインないから。明日おしゃべり会の詳細、わーい。私たちもあんまりよく実は分かっていないので、カップリングで言おう。最近アンナちゃんに受付してますね。でもさ、この間さ、受付の横でさ、新しいやつ見せてくれたよね。ありがとう。公演スケジュールが、あ、まだか。今回の前座も締め切りが終わってからじゃなかったかな。4期生楽曲あってました。もう7月になるよ。そうだよね。みんな早く早くって言ってる。忙しい期間かもしれないね、新シングル出すとなると。お出迎え羨ましい。ぜひ来てくださいね。まあそのうち発表されるんじゃないでしょうか。待ってればね、時期は来る。マッシーの卒業公演終わるまでスタッフさんと。そうかもね。ちょうどもう本当明後日だから。わあ寂しいね。でも最後の日にお会いできるっていうのは嬉しい。4期生ちゃんもフェスに出る。そうね。他は大丈夫。大丈夫です。なんとか大丈夫です。4期生でフェスね、出れたらいいけど、全員で出れるかもわからないじゃないですか。何があった？なんかわかんないんですよね。わかんないけど腫れちゃって。あ、これ配信できないなと思ってたんですけど、なんとか前座前には治ったのでよかったです。でいいんだと思う。本当に？だといいけど。親知らずないってこと？私親知らずまだないんですよね。え、あるのかもわからないけど、多分ない。なくて全然痛くもなんともないんですよね。親知らずっていつ生えるんだろう。私まだ未知です。親知らずの痛みっていうのは。ちゃんがバンダイ見に行ったの。あ、そうですよ。私はね、最前ぐらいの近さで見てました。 2、3列目くらいに見てました。
親知らず糸魚川にあるんだよ。今日ちょうどお姉とその話してたんですけど、私小学校の、夏休みの自由研究で新潟県の海の塩の研究みたいなのをしたんですよ。なんか私の小学校の自由研究結構色濃くて、自作スムージーを作ってお父さんに飲ませてみたり、無理やりなんか結構人を巻き込むような自由研究ばっかりしてました。じゃあそのスムージー作って飲ますみたいなやつは結構なんか失敗もいろいろありまして、小松菜ミルクみたいなのを作ったんですけど、一番まずかったらしいですね。小松菜とミルクは合いません、正直。飲まない方がいいです。ミルクセーキみたいなやつが当たり枠だったと思います。小松菜ミルクはさすがにまずかったかも。実験台、違いますよ。なんか仕事で疲れてるお父さんを癒すために、なんか疲労回復効果を狙ってスムージー作ってあげるみたいなのをテーマにやったんですよ。だから実験台とかじゃなくて、いたわる気持ちでやってたんで、悪意はないです。全員 100% でやってます。骨とかにも飲ました気がする、小松菜ミルク。味見しましたか。味見はしたっけな、してないような気もするし、してまずかったような気もする。感動しただろうな。いや、すごいまずがってましたよ。これさすがに飲めねえよっつって。ひどいこと言いますよね。あ、飲んだわ私も小松菜ミルク。やめた方がいいですよ皆さんは。小松菜ミルクはさすがに合わない。ミルクセーキをおとなしく作った方がいいです。伝わる気持ち、いやいや、文字によって全然意味が違ってくるんで語弊です、気をつけてください。別々に食べましょう。小松菜を摂取する機会ってなかなかなるくないですか。なかなかなるくないですか。なかなかなくないですか。小松菜ね、私はあんまり食べないです。小松菜よりかはほうれん草とかを食べる人なので。よいしょ。最近うまくできたお料理、あ、ハンバーグ作りました。言うの忘れてた、ハンバーグ作りました。チーズインとそうじゃないやつ、お姉も食べてましたね。ハンバーグ作ったけど食べるって言ったら、うん、お腹空いたから食べる。美味しいも何も言わず食べてたような気もする。美味しかったでしょ、ちゃんと。まずくなるわけないからね、ハンバーグは。僕も今日ハンバーグ作った。おう、私は今日じゃなかったのでギリお揃いじゃないですね。残念だ。美味しくできましたか。シーフードカレー、あ、そうなんですよ。おばあちゃんがちょっとお裾分けみたいな感じで持ってきてくれたんで。
ケンタッキーいいね。ケンタッキーいいね。ココイチのハンバーガーだったら超遅い、おろそになってる超おろそになってる。確かに今日カレー食べたし、超おろそかも。マックは新作が出るとかな。あ、私もですよ。今3種類出てるじゃないですか。あれ全部食べる予定です。今エビを1回食べました。エビでも美味しくてもう1回食べようかもやってる。結構好みの味だ。それってワンピース？え、なんかパジャマみたいなワンピースみたいな、部屋着ワンピースみたいなやつ。ハッシュポテト、ああそういうことか、朝マックのやつ。あめちゃめちゃ申し訳ないです。ダメだった。久々に見たらシュッとしたね。どこがですかよ。全く変わらず過ごしております。食生活などは変えずに。顔は変わっていないようなはずです。変わっていないと思います。まあちょっとおかしいくらい顔の造形が変わるぐらいおかしい太り方したらさすがに頑張る。衣装が入ってるっちゃまあいいかなと思って。私って結構自分に甘かったりするので、みんなは一番何色の服？でも私って黒白ぐらいしか着ないんですよね。服の色をあんまりチャレンジしない人なので黒白ばっかり着てます。顎のラインがシュッとした。マジで気のせいじゃない？だって久々配信したから、なんか知らないうちにみたいなピンクとか着ないん？え、着ないですね。ピンク着ないですね。お姉が貸してくれたこの間エスカワイイの時のやつくらいです、着たのは。人生とかであんまりね派手な色を似合わなくて。あ、メールで送った赤のちょっと短めのトップスがあるくらいですね。色物で言うと白と黒ばっかりですね。うん、ニコ生配信の時とかもなんかわかるんじゃないですか。今まで3回くらい出させていただきましたけど、だって全部黒とかばっかり着てるような気がする似合ってた？やった。あれ結構自分の中では冒険の色だったけど意外とお気に入りです。グレーは、あ、グレーも着ます。なんか無彩な感じが良くて。うん、返信くれた覚えありますよ。
なんかみんな結構あの服の時の私好評で褒めてくれてた気がする。もうあれだね、あと日向さんの写真集を買いに行った時に青のトップスを着ていましたね。あれ本当はセットアップなんですけど、レザーのスカートと合わせてました。あの日は青も着てましたね。意外と着てた。みんなってシングルの選抜の話してました？同期のみんな、メガネ似合う？え、メガネ似合わんです。メガネは相当似合わない。顔が結構うるさいんで、メガネかけちゃうとなんかもっとうるさくなっちゃう。オレンジは普段使いしできないな。私の配信しか見てない人ばっかりやな。大人4期はシングルの話してた。なんか触れるか迷って迷ってたんですよ、ずっと。なんか、触れるべきか、別におめでとうだけ言ってそのままにするか、なんかどうしようかなと思ったんですけど、あ、私のもう目標としては次のシングルは必ず入ります、絶対に。私も日野さんのショールームはね、最初から最後までずっと見てました。悔しいとかはね、まあ、正直あるけど、次は絶対入るので。なんかみんながうん、応援してくださる方がいるからには絶対に入りたいし、それをちゃんと入るべき人材だって思ってもらいたいので。4期生だから入れなくて当然だとかは思いません。実際4期同期から選抜されてるし、次はちゃんと、なんだろう、確実に入れなきゃダメだって思うくらいのまで成長していきたいと思います。だからみんなはね、安心して私のことを応援してほしいです。今回はね、まあ何かが足りなくて入れなかったのかもしれないけど、次は入るから安心してください。でも選抜が戻ってきていいのかもしれないよね、もしかしたら。切磋琢磨が好きなんじゃない、ファンの方って。わかんないけど、みんなにいい報告ができるように次のシングルまでもしっかり活動していきます。楽しみにしててね。次はお姉ともちゃんと入るから。
頑張ります。頑張ります。頑張るって何を頑張ればいいのかよく今はねまだよく分かってないんだけど、正直ね。何を頑張ったらいいのかね、あの頑張るっていう気持ちはねあるんですけど、何を頑張ればいいんだろうって思ってるね。頑張る気持ちはしっかりあります。だって次は絶対に入るから。お話し会で教えてくれる？ありがとう。じゃあみんなが頑張るところを教えに来てね。目の前の前座、目の前の前座で、じゃあ例えば選抜に入ったナナと私のどこが違って、ナナにあって私になかったものってなんだろうって考えて見てるんだよね今。4期の中で入ったのはナナだけなんだけど、ナナと他のメンバーで何が違くて何が足りなかったんだろうって考えて、なんか考えて見てる今はね。何かしら理由があるはずだし、それを改善すれば入れるはずだし、なんで曲ダンスね。でも私たちってさ、ダンサーじゃなくてアイドルだから、ダンスが全てじゃないともちゃんと思ってるし、ダンスの上達ももちろん考えてるけど、ファンの方に対するもっとなんだろうな、見え方だったり、なんか全部含めて考えないとなって思ってる。ダンスだけじゃないと思うんだよね私的には。ダンスが上手いだけだったらダンサーでいいし、だからもっと総合的な部分を伸ばしたいよね。見え方もあるだろうし、見せ方わかんないけど。であとさ、ユーナも入るよ次は絶対にね。焦ってないよ、次までに入ればいいんだから。でもちょっと焦る、やっぱり同期からね一人、ナナもちょっと心細いと思うけど、どんどん置いてかれてるような気持ちにもなるし、なんか自然渋滞のセンターの時もなんかやっぱり一番最初の出だしでセンターやるって重圧もあっただろうし、でコンサートもセンターアーセカオでやったりとかして、なんかどんどんスタートラインからどんどん置いていかれてるなって気持ちもあるんだけど、ナナもナナでね心細いだろうよね。同じスタートラインですらなかったのかなとも最近は思っちゃうし、けどね最初はこんなもんだって思って、次に入るようにしっかり改善していきたいと私は思っているので、みんなは安心してついてきてくださればいいかなと思います。
もちろん次はゆうなも私も確実に入ります。必ずね。選抜、今回のシングルから選抜になるっていうお話があった時、私というのはね、隣で話を聞いてたんだけど、震えてたね自分では言わないと思うけど、言うなって。何が足りなかったんだろうとか、これから何を頑張れば入れるのかなとか、いろいろ思うところはあったと思うんですけど、そういうの多分言わない人なんで、おねって。だからあんまりお姉の前ではそれ系の話はあんまりしないであげてほしいし、正直ねなんか悔しがってると思うけど、それをあんまり出さないようにはしてると思う。優しく、もうとにかく優しく、天使のように、皆さんはユーナの天使だと思って接してあげてください。でもちゃんと私とユーナちゃんと次から確実に入るので安心してください。もうみんな、だってさ、私はまだ正直入って1回目だし、まだまだチャンスはあるし、お姉も実際選抜になってからのあれは1回目なので、確実に入ります。みんな安心して、任せて。逆にうちらが入んなくて誰が入るんって話だからね。みんな安心安全の気持ちも本当だよ。明日おしゃべり会あるしね、お姉の、お姉とひまさんの。で、あれですね、今回選抜に入った推しのファンの皆さんはとにかく褒めてあげるというか褒めてあげるっていうか、おめでとうを伝えてあげてください。そう、明日ね、あれじゃない？みんなさ、お姉のオンラインに行って明日は来ないとかはないよね？来てくれる？日曜はお姉いるんで、行く。あれ来ない？もしかして来ない？まあいいよ、明日はねお姉の特別な日なので、まあお姉の方に行ったっていいけど、全然いいけど、明日は行けない。みんなお仕事だの、大変大変だね。ひろさんに行く。そうね、明日はお姉のオンライン戦。まあいいよ、みんなはねお姉は赤ちゃんだと思って接してきてください。じゃあ日曜日待ってますから、じゃあお昼しかいないけどね。
私いいこと考えたんだよね、そういえば。日曜は行きます。待ってるよ。この間いなかったよね。あのさ、お姉ってさ、あの公園に来るか来ないかをさ、カニかエビかで示してるじゃん。あれすごくさいいなと思って、あのそれが行く行かないっていうのがさすぐわかるじゃん。だから私のルームでは行くときはいつものトリコマークにして、行かないときはハートがパキンって割れてるやつにしましょう。わかりやすいでしょ。割れてるときは来れないやつ、貫いてるときは来れるやつ。はい、どうですかみんな。それ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 、いいの。え、いいんだよ、来れないんだからね。会いに来れないんだから、割れちゃってるでしょ。あ、結構割れてるな。だいぶ割れてた。つらいつらい。愛すっごい割れてる。みんな私に対する愛がないってこと？なんかみんな割れてない？まあこれが分かりやすいんで、まあこれから使っていきたいと思います。これかな？違う、トリコのさ、これ昼だけの時は、ああ確かに分かりやすいねっていうのが最近思いついたいいことなんで、あのぜひ使ってください。みんな割れてるね。私に会いたくないんだ。まあいいけど、日曜日みんな来てくれるみたいなんで。 PC なんだよな。 PC だったらじゃあ割れちゃったとか言って、来れない日は。この土日は土曜の夜と日曜来るんだね。待ってるから、待ってるから。 PC でも出るよ。あ、本当に？私わかんない PC 事情がよく。はい、みんなじゃあ待ってるからね、会いに来てね。今週のなんだっけ、今週のなんだっけなんだっけ、あ、受付は土曜日20分、日曜日15分ですかね。皆さんそれを考えて来てください。運試しです。次の機会に行きます。ありがとう、待ってるね。あ、そうそう、時間変わっちゃうからさ、何番目かはもちろん言いません。でもね、分かりやすい最近。でもな、でも最近は結構ばらけてるかも。なんか前はねすごい早いイメージだったと思うんだよね。1番とか2番ばっかやってて、私あんまり準備時間にかからない、時間に準備が、あんまり準備に時間がかからないので、あの結構早めに行っちゃうんですよね。あ、終わったか、じゃあ行くわとか言って、だからね。でも最近、いつだったかな、先週は4とか3番目やった気がします。メンバー基礎だと2回やる子もいる。私2回やることあんまりないですね。やりたいって言ってくれるのが大体ジュナとかなんで、あ、やりなって言って。だからでもね、6、8だから今回は奇数いないんで、1人ずつ1回ずつですね。一番、あ、2回やったのはね、希望制ですよ。1回ある、本当に一番最初の受付が始まっ、受付制度が始まっ
で、私一番最初受付制度が始まった時いなかったんですよ。で2回目私が初めて受付をやった時は、あんなやったことないんだ、じゃあ2回やりなって言って2回やらせてもらいました。それ以来やってないかも2回は。だからみんな私の受付は貴重だと思って頑張ってみてねそうだったっけ、その後2、3回あったかもしれないけど最近はねないんだよね。まあね、受付で話せなくてもオンラインとオフラインでおしゃべりできるので、しかも1対1だよ。カリカリ会いに来たね。待ってね、待って、名前も割れてる。え、名前さちゃんと貫いてたよね今まで、なんで割れてんの。いけないから笑う、おもろいって。名前まで割らないでよ。受付そろそろなくなる噂出てる。え、本当に。え、割れてる人結構いた、どうしよう、悲しい。割らないで、名前は割らないでくれ。そろそろなくなる噂はね、私たちは知らないです。そんな噂来たことないです。来月のオンライン悩んでるけど、悩んでるの参加する。え、来てくださいぜひ。私喋ったら実際さもうすぐにアンナの虜になっちゃうからね。アンナの虜って割ってる人いる、失礼。なんてことするの。来れない人以外は割らないでください。本公演始まれば、確かに前座のうちだけかなって思ってます。前座がある、前座がある、前座のん、なんか頭が回ってない。前座があるうちは受付もなくならないんじゃないかなと思いますけれどもね、私予想的には。前座がなくなれば受付もないかなって思うけど、もう前座のない声なんて耐えられない爆笑、超おもろい。耐えられないんだ、前座の虜やね。明日あたり7月のスケジュール出てるかも。名前エチゴンの人いるの、ややこしくないエチゴンさん、そうなんだけど、それ大丈夫なんですか。トリコにさせる自信ある、あるよ。話したらみんな私のこと好きになっちゃうんだから。今のなし、やっぱなし。前座のトリコ、前座のまでに行ってるまである。え、北海道じゃん前座に対する思いありすぎてる。みんな結構ちゃんとさ気にしてくれてるね、前座まだですかとか言って、ありがたいです前座があるから苦手ってる、でか気持ち前座に対する気持ちでか。お見送りもね、でもお見送りさすぐ行っちゃうじゃん。なんかみんな話したいことさ自分が話したらすぐ行くから、私のさあの話あんま聞いてないでしょ私にさなんか伝えることがあったとしてさ、じゃあアンナちゃん今日の前座良かったよって言おうって思ってるとするじゃん。私に言ってくれたらさもうさよし言い終わったと思ってどっか行っちゃうでしょ。ありがとう、じゃあなんとかなんとかでさっていう頃にはもうさナギとかのお見送りになってんだから、ちゃんと私の話も聞いてから言ってよでもねすっごいね溜まってる時あるよね。なんかあの右見たらなんかどんどんなんか詰まってるみたいな。だからそれはさ同じ人にさ5回ぐらいありがとうございますありがとうございますとか言ってさ
今週土日アンナちゃんひろかっぴ、えね、でも私が先に名前書いてあるんでしょ、分かってるよね、分かってるよね、私の方が名前先だもんね、分かってるよね。立ち止まるの禁止だかな。でもなんかさ、たまにさ、ちょっとゆっくり歩いてる人が前の方にいると立ち止まっちゃう人もいるよね。それってしょうがない。だから一番最初の人が正直損だなって思います。だって一番最初の人すっごいさ早く行かなきゃいけないもん、自然渋滞。めっちゃ損しました。だからね、おしゃべり会みんな来てね。そう、一列目の人ってやっぱりさ、前がいない分すっごい早く歩くの。なんか私たちもね、正直めっちゃ分かってる。うわっ早っ、なんか競歩みたいな人いるもん。そう、ベルトコンベアとかならいいのにね、あそこの床。ありがとうございましたって一定のね幅で、一番最後は一番最高。でもね、そことそこのさ、島流しされちゃった方ってさ、見えてるの、あれ推しがさ見えてる、転ぶ人ですよ確かに。危ないか。なんか空港とかにあるベルトコンベア、なんか乗る、なんか歩かなくても進むさ道あるやん、こう空港にさ、ベルトコンベア、なんか人間用ベルトコンベアみたいなやつあるやんか。あれいいよね。私あれ好きだよ、めっちゃ。そこでも歩いちゃう人なんだけど、せっかちだから、あれめちゃくちゃ好きなんですよね。うわ、夢の国来てー。あ、行きたいとかね、行きてーじゃなくてね、行きたいとかね、すみませんすみません、ママ見てないはずだから怒らないでください。うう、歩く歩道の上で歩く人、え、でもみんな歩かないの、あれって。うわ、めっちゃ早く歩けてるみたいなさ気持ちになるじゃん、よくない？結構劇場が夢の国なんてこと言うな、素晴らしいやないの、ファンの鏡だ。歩きます、やっぱり歩くよね。あれ止まってる人もちゃんといるからね、自動で動くんだみたいな感じでさ。そう、でも私は歩きたい人なんで、めっちゃ早く歩けてるっていう気分になりたいから、ムーンウォークしたり。戻っちゃってんじゃん、戻らないか、進むのか。ムーンウォーク、あの歩く歩道がさ、歩く歩道よりも早くムーンウォークしないと進んでるからね、それ。せっかちな人あるか、私せっかちなんだよな。みんな私がせっかちだってバレてる？配信とかさ見てて、私ってせっかちだなって思う時ある？それはもう、あ、マジか、ちょっとやだな。せっかちっていう言葉あんまりさ、あんまりいいイメージなくない？うわ、めっちゃせっかちじゃねって褒め言葉で使うことないじゃないですか。うわ、アンナちゃんってマジか、めっちゃせっかちって褒めることないじゃん。なんかあんまり嬉しくはないですよね、せっかちってね。まあね、それもそれ私の特性なので。行動が早いね、確かに。先を見据えてね、どんどん早く、いい意味でも使えるかもしれない。まあね、悪いことだけじゃないですよ、物事がね、スムーズに進むとかいうこともありますから。今何時だ、9
9時何時にやめようかな。仕事できだからね。私めっちゃそれスタッフさん、なんか私とよくお話ししてくださるスタッフさんがいるんですけど、仕事できアンナさんって呼ばれてるんですよ、そのスタッフさんから。私が多分一番仲いいスタッフさんなんですけど、仲いいって自分で思ってるだけかな。よく話しかけてくださるスタッフさんで、あの私たちがあの待合室じゃなくて待合室じゃなくて、あの廊下の待ってるところでそのスタッフさんが通ると、あ、お疲れ様ですとか言われて、あ、え、お疲れ様ですとか、仕事できアンナさん、あ、生写真の時とかもね、さすポーズ決めてきましたって言うと、さすが仕事できアンナさんとか言われるんで、あ、確かに仕事できかもと思って、これから私のこと仕事できアンナさんって呼んでください。ちょっと煽られてる、やめてよやめてよ、仲いいはずだよ、ちゃんと褒め言葉で。お米の時思った、え、お米の時さ、私さ完璧に七海さん、ひろさん、七海さん、ひろさんってもう私は見えてないと思って頑張ってました。私あのあと筋肉痛になりまして、太ももとかこうしゃがんで、あの時のお米を取って、下にあるお米を取って立って、ななみさんとひのさんのあの台に置くっていうのを、あの40回は少ないか、まあ、そのぐらい結構やってたんですよ。しかも一人で、あの時高校生枠が一人しかいなくて、他みんな中学生だったんで、はい、一人しかいないからすぐ出さないと、すぐお金が、お金じゃなくて間違えた間違えたすぐお米がなくなっちゃうから、もうトン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 、あのお陶芸だと思ってバイトした気持ちでした。私バイトしたことなくてバイトしたみたいな気持ちでした。バイト経験ないんで、してみたいなって思うこともあるんですけど、結構気持ちがね高ぶってた。あ、いやバイトみたいなことしてるわみたいな品出しスーパーとかの、もなめんなって話ですね、バイト、すいませんすいませんけど結構楽しかったです。あれどんなバイトしてみたい？え、普通にスーパーとかのレジ、レジってできんの？レジしてみたいです。私ちっちゃい頃からセルフレジするの大好きなんで、レジ打ちと品を袋に詰める袋のやつやりたいです。仕事できアンナさん我が社に欲しいです。あー、じゃあ時給8000円くらいでお願いします。飛んでいきますよ。うちのスーパー募集してます。えー、あ、そう、コンビニとかね、コンビニもやってみたいんですよ。サーティワンにいそう。サーティワンね、今すっごい忙しいらしいですね、10個選べるやつのやつで。はい、皆さん時給が 高ければ高いほど私が行く可能性高くなるんで、ぜひ雇ってください。お願いしますお願いします。じゃあ私が NGT48 を卒業したら皆さんの会社に雇ってもらおうかな。時給が高いところに。副業できませんやめたらっていうか卒業したらですね、だからもう10年後とか。お願いします、みんな忘れないでね、私のこと。卒業したら雇ってくださいああまだ10年ぐらい猶予はあります。仕事できとし、やばいよろしくみたいなことになってる。正社員だ。あ、皆さんじゃあお願いします。履歴書は書いていくんで、一般職より芸能が向いてますよ。
え、それってさ、いい意味それっていい意味？10年後27歳、今まだ16、きっちり10年後だったら26歳、いい塩梅ですよ。綺麗なお姉さんになっていることでしょうね。みんな雇いたいんじゃない、私のこと。どう、私のこと雇って、あ、失敗した、雇ってくれる？ありがとうございます、ありがとうございます。パソコン入力は得意ですよ。あのでもねあのね、タイピングはいいもんですけれども、あのプログラミングとかはできないですよ、はい、プログラミングとかね、さすがにちょっと理系系なんで。 Excel はね、 Excel ね、ちょっ、まあ基礎はできるかな。 PowerPoint とかも最近作ったりしますね。そう、 PowerPoint、 Excel、 うん、まあ多少はできる感じかな。下手くそです、でも。よし、合格です。ありがとうございます。やったー。ワード。ワードってどんなんだっけ？多分できます。それ系の、ほんと基礎みたいなやつだったらできます。あれでしょ？アベレージとかを打ち込んで、まとめて出すみたいなやつ。電話対応。あ、私、国語得意なんで。私国語得意だから、あの社会として生きていくには、はい、問題ないかと思います。何社か採用されてる、本当？みんな嬉しい。私これから安心して生きていける。よかった、安泰、将来安泰だわありがとうございます。みんないくらで私のこと雇ってくれるんだろう。電話の時だけ声変わる。私電話で声変わ、わかんない。でもね、電話してた時のなんだっけ、お母様だと思われてることは、まあ何度かあります。5回ぐらいは。私ってそんなに老けた声してる？時給300円からなんてこと言うんだ。オークションじゃない、すっごい低い値段から始めてる。ああ、300円はバカにしてないですよ。300円はね、あのうまいもんね、いっぱい買えますから。皆さん、じゃあお願いします。私ね、300円から他いますか？いなかったらやばいって。いなかったら本当に私の価値300円になってしまうから、人間の価値は300円で収めてはいけないよ。月給で日払いがいいな。社会のね、社会の波に飲まれたこともない JK が日払いとか言って最悪。ごめんなさい、みんなしっかり働いてるのに、ごめんね、ごめん金欠なもんで、ご飯なった私のお小遣いとかの出所は全て食費なので、最低賃金以下だよね。本当だよ、最低賃金は守っていただきたいなっていうところではありますね、はい。本当にね、メイク足りないなくなったなっていうなくなったなっていう食費じゃねえすぐ食、もうご飯のことばっか考えて、あのなくなった、メイク道具かご飯か
そのぐらいですね。まかない付きでどうだ。まかないくれるの。嬉しい。雇ってください。まかない嬉しい。日払いだとその日のうちに全部使えない。そんなわけないでしょそんなわけないでしょ。1時間デート券で100万、破産じゃない？じゃあ映画が例えば2時間だとして、2時間一緒に映画見るだけで200万円いただけるってこと？最高じゃん。みんな私と映画に行こう。日給1万、いいね。いいのか？日給1万っていいのか分からないわ、相場が。私と映画に行ったら2作見ると400万円失うことになっちゃうよ。いいの？みんなそんな軽々しくね、映画にじゃね、1時間200万とか言っちゃいけないよ。みんなはさ、汗水流して働いてるんだから。コナン見に行こう。ラン姉ちゃんの髪型してもらいたいな、ヘアメイクさんに。あのカエルさん超良かった、最高。似合う人いないからね、あんまり。20日働いたら20万。それがさ、どのくらいなんだろうね。その手取りいくらになるかっていうことじゃない？まあ一人暮らしとかするあれはいいのかな、わかんないな。やっぱ働いてみないとわかんないよね。何時までやろう。てかこの話ってさ、大丈夫？社会人経験者が JK に社会の厳しさを。手取りだと15万。一人暮らし、実家暮らしならいいかもしれないけどさ、一人暮らしまずいんじゃない？家賃とかもあるし。あ、話題変えよう、話題変えよう。何する？何する？話題。何の話からこれになったのかすら分かんないけどね。なんかさ、これがさ黒だとさ、髪の毛の乱れがあんまり気にならないから結構いい。私髪の毛が乱れてるの見るとさ、こうやって直しちゃう癖があるからさ、いいね黒。結構分かんない、乱れて多少こうなってもさ分かんないね。いいねいいね。アルバイトの話か。そうでした、やめましょうこの話。黒良きかも。だってさ、私今までで本当に現段階までで一番綺麗な写りが良かったのは黒猫のやつだから。黒猫めっちゃね、いい。あれが一番最初だった気がするな、うちわとかも。めっちゃ褒められたもん、スタッフさんと衣装さんとかに。黒猫可愛かったでしょ。あれ借りてこようかな、お姉に。猫のカチューシャ。歌ってた。借りてきたよよ。なんかでかくない？耳耳でかくない？あ、なんか壊したかも、ごめんなさい。思ったより耳でかかった。にゃん、やばすぎやばすぎ。顔の半
分は言い過ぎたな、3分の1ぐらいある。思ったよりでかかった。似合うな。あざす。手はないの？わかんない。手は多分ないです。わかんない。オフラインとかでこういうのがいいってこと？結構お耳ね、でかい。いいよ、スクショして。あー、わー、唯一入ってないんだ。そんなになんか気に入らなかった。あんなにいっぱい持ってるのにさ。あー、いいね。オッケーオッケー。オフラインでつけてほしい。じゃあ借りね、借りてみるね、お姉から。コスプレあんまりな、正直したくないんだよな。なんかさ、どこまでコスプレに振るかっていうのをさ迷うじゃん。普通に学生服っぽいやつならさいいかもしれないけど、あ、もう外すね。いいかもしれないけどさ、なんかそのどこまでコスプレに振り切るっていうのか分かんなくて。可愛い服装、え、もう私的可愛い服装っていうか、もう服はね、全部着ちゃってるんだよね、みんなの前で。力士コラボ、力士コラボって私のファンの方喜んでくれるの？お姉のファンの方は私が着ることによって喜んでくれそうだけど、私をメインで応援してる方ってそれ系が嬉しいの？オカマでのカニの着ぐるみジョーク、さすがにできない、熱中症になっちゃう。力士ってなんない？なんかね、でっかいね、風船みたいなやつに入って力士になってた時があったんだよ、確か。お姉がガチ恋多いの？ガチ恋っていうより私に面白さを求めるファンの方ってあんまりいないかなって思って。木本やめなさい。暑そうだよね、夏だとね。脱皮とか言ってた時あるけど、それ系を求める方ってあんまりアンナの虜にはねいない気がするんだよ。やってほしいって言うなら全然やるよ。アンナのトリコがやってほしいって言うならね、やりますよ、もちろん。そう、一応清楚担当なんで、うん、え、私の面白さ求めたんですか、もしかして。マジでごくたまに、うん、ほんと、なんかね、全部それでやるとかさすがにないかな。メイド服、メイド服とかメーターやりそうじゃない？そう、なんかすっごいたまにやるかもしれないよね。日程決まったら考えよう。そうだね、みんなと考えよう。お姉が今まで使ってたやつ貸してもらおうかな。もう着ないであろうものを。幼稚園事故す、危なくない？大丈夫かな。でも夏希さんとかやってたよね、確か。チャイナ系とかね、やりたいよね。それ私ね、骨格的に似合う、すっごい髪型した、骨格的に似合うと思うんだよね、チャイナ服。今日のお姉は静かだね。なんか鼻歌歌ってた気がする。浴衣がいいな。あー、浴衣いいね。骨格ストレート、そうですだと思っている、勝手に。多分そう、腰の位置がね高いんだよね、すっごい。
全日程参加する。本当に本当に言ってる、ありがとう、楽しみ。でもこれはさ、一部何時間とかなんだろうね。これをさつけながら人と話すって思ったら恥ずかしくて死んじゃうかも。まだ振り切れてないね。夏の若者、ちょっとカニの着ぐるみはさすがにきちいかな。暑そうだな。まあでもあるわよ。本当にみんなが褒めてくれたらいいかもしれない。さっきからこの鈴がねずっと鳴るんだよ。こっち側もつけて行っていいのかな。え、お揃いにしたら可愛いね。仕事の日でも参加できるから。オンラインの時ってさ、なんかあの抜け出して今見てますみたいな人いるよね。でもそれってさ、すごい数何秒かで終わるから、特権みたいなものでもあるよね。もっと耳小さいやつが欲しい。これ変じゃない？さすがに。めっちゃあっちい。私行ったことないんですよね、夏の丘もあって。だからね、楽しみ楽しみです。手も猫の手あるの？そういうはめる手袋みたいなやつ。本当に？これ本当？ゆさべちゃんの配信、なんだちゃんの劇場公演をその時。本当に？前座の話？本当？本当？本当だったら最高。ルアさんだよね。最高。嬉しい、ありがとうございます。本当に？なんなら全身。全身着たらさすがに可愛くなくない？だって全身着ちゃったらさ、服とかのさ、あの可愛さがなくなっちゃわない？黒いワンピースとかさで着た方がよくない？ありがとうございます、嬉しい、本当に最高。これと手とあと、なんか私手の指短いんですよね。ここばっかりがでっかくてさ、か短くない？指なんか気まずいからやめた。手と耳ぐらいでほんとちょうどいいんじゃないですか。尻尾もつける？尻尾つけても見えくない？尻尾つけても見えないよね。骨格ストレートやね。そうなんですよ、多分そう。いろいろだから、あのオンラインとオフラインの先輩であるゆうなさんにいろいろ聞いてみたいと思います。尻尾つけたら写真載せてくる。恋はいたずらな天使の尻尾。下がってもらわないといけない。そうだね、一周回らないと。天使の尻尾見てみたい。やりたいです。私も実はね、天使の尻尾やってみたくて。でも似合わないかなーって思ってさ。てかそろそろ配信やめようか。1時間以上やっちゃった。似合う。本当か。本当か。
そう、とぐみさんがやってたからやりたいんやね。もう1時間半くらいやってた。空き缶パンクみたいなかっこいい曲。空き缶まあね、全然最近カラオケとかやってないんでね。カラオケ私がこの間の期間でちょっと苦手になっちゃったからあとでね、動き回る。あとでもね、結構4期からも結構あとで人気なんですよ。あとでやってみたいとか言って、なんだかんだみんなちょっとずつ踊れるんですよね、後で それでは壇上を読みたいと思いますよ。13位スマイルさん、ありがとうございます。12位早風さん、ありがとうございます。11位ヒューガさん、ありがとうございます。10位なおくんさん、ありがとうございます。9位じゅんはんさん、ありがとうございます。8位のあぱぱさん、ありがとうございます。日曜はまささん、ありがとうございます。6位はやとさん、ありがとうございます。5位ようへいさん、ありがとうございます。4位まつわさん、ありがとうございます。3位お値段以上としさん、ありがとうございます。2位日焼けさんさん、おありがとうございます。1位ぐっちさん、ありがとうございます。お久しぶりでした。顔が腫れていたもんで皆さんの前に立てる顔面ではなくはい。じゃあ皆さんね、明日と明後日会える方は楽しみにしております。ありがとうございました。じゃあね、メール送れるよね、今の時間だったら。メール送りたいと思います、チャットと。じゃあね、またね。